おもどき、はい、今日はね、来てくれたんだよね。こんにちは。こんにちは。美味しいかな。美味しいよ。よかったです。あそこに見えるは青いシャツの誰かな。お名前は、お名前は、名前はまるです。自分で作ったパステルはどうですか。落としました。おい自分で作ったパステルの味はどうですか。最高。最高です。最高ですよ。ケンちゃんカメラです。カメラ目線でこっちお願いします。ケンちゃん、ケンちゃん、こ知らん顔してます。はい、終わり。今日はみたらし屋デビューの出張です。え、取れとんのこんにちは、出張。こんにちは。今日のこのみたらしは美味しそうですね、はい、もうみたらし作って何年ですか。かれこれ今日からです、はい、今日のみたらしのこのタレは何が秘訣ですか。タレのタレね、デトックス。デトックス。ジュンジュンジュン、ズーム。ズームって手ですね。どこかわからない。わからん。あそこにいるのはちょっとうなだれてます。なんでそんなうなだれてんだろうね、本当に。疲れちゃってるのかな。眠いね。眠いんです。なんで眠いのかな。遊びすぎて眠いんだよ。はい、正解。遊び人の二人でした。なんて綺麗なんだろう。なんて綺麗な女の人が。あ、どうもや。どう。はい。これ胸が大きい。これ書いた人顔みたいでしょ。はい、カラスが鳴いてます。静かに肉を焼いてる風景を今から中継します。ここアコギ教会で100年の歴史あるこのモミの木の近くで、なんて事件なんでしょう。事件です。ここ教会なのに肉ばっかり焼いてる人がいます。こんにちは。近づいています。カメラを怖がってます。カメラを怖がってます。何か経歴があるんでしょうか。犯罪経歴でもあるんですか。何か匂いがします。怪しいです。原始人でした。ありがとうございます。 あそこに入れるわ。かぼちゃ。なんとこのかぼちゃのタイトルの名前を言ってください。かぼちゃのタイトルの名前してたの。このかぼちゃのタイトルは草間弥生じゃないけど。草間弥生じゃないけど言えなかった。ツッキーです。はい、かぼちゃでっかい。じゃんけんぽん。はい、負けた。黒いやつとかで使い取ったりとか。まあ、ちょっと目立ちないかな。みたらしが。ジュースは？ジュースどこ？ジュースは？リラックス、いいじゃん、リラックス。顔が固まってる。だって本当カメラ持つ初めてだよ。破壊して投げやんだろ。投げたら。チャージ500円です。おお、びっくりした。すごい、時計。画面に入らない。入るしね。まだ食べてない人ね、よかったらありますよ。100メートルくらい向こうは引いたら入っちゃう。引いて。サイズに合わせて。すごいな。伊豆ちゃん、最高。今度の土曜日にあの九州に行ってんです。あの10時間かかりそうなんです。誰が運転するんでしょうか。そうなんです、ちょっと心配です。はい、後ろ追いかけます。この人の後ろ。ごめん、怖い。あいつ持ってきたよ、来たって。
ね、8個、1、2、3、4、5、6、8、400円分ね、はい、今年の本当のカメラ、いや、本当止まったらダメ。はい、こんにちは、ニューセイヤ。こんにちは。ボンズイヤ。オブリガータ。オブリガータ。オブリガータ。これの名前は何？パステル。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 パステル何それ？ブラジルの。うん、ブラジルの料理。ブラジルの料理、美味しそうね。中に何入ってる？肉とチーズ。肉とチーズ、すごくわ、嬉しい。本当に肉とチーズ、嬉しい。本当すごい最高。たくさん作る。だからあんたたち体大きい。最高。最高。いい感じ。はい。取れてるのこれ。わからない。本当に私取ってる。わからない。私行く。来る。今日めっちゃ張り切ってブラジル強調してる。はい。カイピリーニャしてる。知ってる知ってる。あなた美味しいね。知らない。知らない。私もいつも酔っ払いね。酔っ払ってない今日。今日はさ、昼最近酔っ払ってない。大丈夫。心配しない。いつも危ない私。本当に。はい、それでは新ペガちょっと見せてください。はい、新ペガ君、それは何ですか？ここにおる妖精です。どんな妖精？むちゃ軽くて、ほんでみんなと誰とでも仲良くなれる。みんなと仲良くなれる。伊豆ちゃんの説明して。伊豆ちゃんの妖精。はい、次。はい、それは何の妖精ですか？伊豆ちゃんについてる妖精です。伊豆ちゃんについてる妖精。はい、それはどんな妖精ですか？めっちゃパワフルな妖精。めっちゃパワフル。ご機嫌ちゃん。はい。それで、ほんで誰とでも仲良くなれる。誰とでもちょっとおかしい妖精ですね。はい、じゃあ次、ソテンちゃんの妖精。はい、説明して。ソテンちゃんの、はい、じゃあソーテンちゃんの妖精を説明してください。これはソーテンさんについてる妖精で、はい、でソーテンさんのこといつも見守ってくれとる。しかも平和にする妖精。あー、すごいすごい。ナオくん、ナオくん、ナオくん、ナオくんの妖精の説明してもらう。あ、重たい。重たい。じゃあ続いて、ナオくん、ちょっとよく。ナオくん、ナオくんの妖精、ナオくん、顔が映らない。低くしなきゃダメよ。そう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 。このカメラ動かせないね、私は。はい、じゃあ説明して、はい、9。はい、この妖精は、はい、カニの妖精です。カニ。はい。はい、ほんで、みんなと楽しくする、何かするのが大好きな妖精。楽しくするのが大好きですか？そうです。はい。次、なおちゃん、なおちゃん、なおちゃん、やいちゃん、やいちゃん。みんな名前が違うで、もややこしい。はい、はい、お願いします。はい、で、この妖精は、イエーイ、鳥の妖精です。え、何の妖精？鳥。鳥の妖精。はい、で、鳥の妖精で、うん、世界中を飛び回っている妖精。わー、ありがとう。世界中を。そんなやいちゃんは世界中飛び回りますか？飛び回ります。飛び回れ飛び回れ。はい。あやちゃん、あやちゃん、あ、次だよ。ひでみひでみひでみ出てくるから。はい。私を動かせないの。私はみんなに来てちょうだい。次集中、次集中。で、この妖精は、あ、どうして、
首長、首長も映らなかったな、これね。はい、どうぞ。はい、はい、どうぞ。その妖精は太陽の妖精です。太陽の妖精、はい。ほんで、いつも明るくて。いつも明るくて。ほんで、太陽の妖精、ちょっと、ズーム。みんなのことが大好き。みんなのこと大好き、はい。ほんで、でも自分のことも大好き、はい。ほんで、平和の妖精。平和の妖精。ありがとう、平和でいてちょうだい、あなた、はい。あやちゃん。これ重たい。ケイちゃん重たい。どう。はい。あやちゃんです。でこの妖精は雪だるまの妖精です。雪だるま。はい。雪だるま。で雪だるまで。芸人さん。芸人さん。芸人さん。なんでやねん。のボケの方。ボケの方。ボケ担当。ボケじゃない。ボケじゃない。ツッコミじゃないか。ほんでこのピンクと赤は髪の毛。ああ。ほんでこの髪の毛でみんなを包み込んで。みんな楽しい気持ちさせる。あー、幸せ。幸せ。ちょっと身長とこいて。はい、ありがとう。身長。身長。もらったやつ。身長が説明するの。身長の妖精の神。え、もらってない。あれ？持ってきて。重たいこの神。じゃあ、新平が首長の横に行って重たい。ほんで重たい。はい、こんにちは。こんにちは。はい、それは首長のよについてる寄せですか。はい。はい、説明お願いします。これは、はい、牛の寄せ。牛牛牛なので、乳牛じゃなくて肉の方の牛。 あ、食べられちゃうやん。そう、こっちの方で当時もう結末して食べられるけど、はい、で闘牛の神様でもある。あ、じゃあ競うことが好きですか。全然でした。ゆっくりさんでした。はい、そして今日は朝摘みのタレです。すごい。すごい。ずーるー。はい、はい、ありがとうございます。はい、しんぺん、これ薄く重たい。熱い、重たい。ずっと食べています。ずっと食べています。止まりません。おいしいですか。何が一番おいしいですか。はい、お疲れ様。うん、thank you.
ひんやりって何？名前？ひんやりって何？なんで？ブランク？鳥？ひんやり。いいですか？見てくれるの？それが裏から見えとった。足回りにパタッていたパタパタパタ、そこで腰
腰もね、なかなかほぐれにくい。で、膝裏もとっても固まりやすいので、ちょっと丁寧にやっていきますね。よく伸びてくる、ね。あ、伸びたなと思ったら、手前に歩かせてあげて、前屈していきましょう。頭スクローンって緩めてくる。右足を伸ばす。右足を、あ、ごめんなさい、右手を伸ばす。引っ張りやっこ。したら、右手と左膝を寄せて丸まっていきます。はい、OK、緩めて。お尻、かかと、ストーン。吸って戻る。